画面を小さく、あ、ひっくり返っちゃった。ひっくり返っちゃったよ。これを画面を、これが、これで、こうやって手を広げてやってるんですけど、小さくならないね。どうしたらいいんだろう。指は、の湿りがいるんだろうか。あれ困ったね。操作性が。え、これでいいのかな？これでもう小さいのかな？はい。ということで始まりました。ああ、火曜日、今週2回目。あ、さっきピントが合ってましたのに、またピュッと狂っちゃいましたね。始まりの音楽っていうのは毎回あってですね、今日はチャ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 ララチャチャララリララっていうね、それで始めようかなと思ってたんですけど、後ろの時計が進んでるんですね。なんか進み傾向にありまして、進み傾向にあって、日に日に1日に5秒か10秒進んでる感じ。進むっていうことはどういうことかというと、結局その振り子ですから、そのなんていうか、時間の正確さは振り子で担保してるわけだ。担保ね、そのもう物理の法則で、この10センチなら10センチの長さの振り子の揺れる時間っていうのは決まってるわけで、だからそれを利用してね、時計が動いていく、その正確さを制御するための振り子なんですけども、結局その暑くなったり寒くなったりすると物体が伸びたり縮んだりするわけですね。ですからできるだけ気温が変わっても長さが変わらないような素材を使ってるはずなんだけど、どうなんですかね。特に長さが変わりにくいような、その暑くなったから膨張する、寒くなったから縮むっていうね、伸び縮みだけじゃなくて横にもだから膨張するか縮小するか、それが少ない素材を使ってんのかな。そんな深いところまで考えてないのかな。あれ、柱時計のこれ丸いのついてるでしょ。ほんでその丸いのについてるその縦棒ね、あれの素材って今後ろ振り返って見てるんですけど、金属じゃない、金属なの、木なの、ちょっと気になるから、ちょっと見ていきますね。え、なんかね、不思議な素材でした。すごくこう軽いっていうか、こう思い浮かんだ言葉がこう加速的感じの素材なんですよ。なんて言ったらいいかね。スーパーマーケットとか行ったら発泡スチロールのトレーがあるじゃないですか。あれを触った感触に似てるんだけど、あれよりはよほど丈夫でね。で、薄さはあのスーパーマーケットのトレーよりも薄いね。で、それをこう筒状にして、縦に筒状にして、でこうポッと、もっとこう平べったくするっていうかね。で、色を黄土色に塗ったみたいなね。黄土色のもともと素材で、そのトレーみたいな、ああいう感触でもっと薄くて丈夫で、ね、それをこう平べったい筒状にしたもの、それがですからやっぱり暑さ寒さでのにみ縮みしにくい素材を使ってるような気がしました。もう当然のことながら金属とかじゃない、金属ってものすごいのみ縮みね、思ったよりするんでしょうね。あれ、新幹線のレールが1本1キロぐらい長さがね、だからすごい伸び縮みするんだけど、なかなか伸び縮みしにくい。だから線路って、線路と線路の間って隙間が
開けてあるわけですよね。夏なんかにあれ鉄なんですか、金属がバーッと膨張して、もっと熱くなったらもっと膨張して、この隙間がなくなっちゃってふにゃってこうね、そういうことも昔なんかあったんじゃないかな。ちょっと待ってよ、気になりますよね、すごくね。レールが厚さで膨張、レール厚さ膨張事故とはってないかな。あ、猛暑で歪む鉄道のレール、ローカル線で脱線事故が目立つとかって、こんな記事が出てきましたよ、東京新聞ね。まあ昔の記事ですけど、あ、でも2023年か。猛暑で歪む鉄道のレール、ローカル線で脱線事故が目立つのはなぜだって。今月24日って8月、去年の8月、去年ですよ、去年。ね、山陽新幹線が福島新庄間で午後1時過ぎから2時間運転見合わせ。在来線の線路を使ってる区間、あれ両方走るんですね、新幹線専用のところと在来線のところと、で在来線と兼用の区間、米沢市内で運転士が走行中に異常を感じたためレールの点検を実施したっていうことは何？新幹線の運転手がキキってブレーキかけて止めて、横のドアをガチャッと開けて、あれはしごかなんかあるんですかね、そこ伝って降りて自分で実際にレールを見たってこと、そういうことみたいですね。レールの点検、あ、レールの点検を実施した、まあそうじゃなくて、あの工事要員が来たのかな、運転手が自分で見ても判断しようがないもんね、やっぱり専門家が見ないとね、機械使ったりしてこう測るための機械、あーなんか水平じゃないですねとかね、同じ線路を走るその在来線の方の大宇線も運転見合わせた、今年は例年に比べ猛暑が続いているので、去年の夏ですよ、その影響だと思われるとね、担当者、米沢市の最高気温は今年最高の 37.1 度、レールの歪みで運転一時見合わせっていうのは前にもあった、山形に限らず各地で連日35度超えの猛暑日ということで同様のトラブルが続くとかで書いてるよ。7月17日には岐阜県内 JR 高山線でレール温度が上昇し、温度を落として運行した。温度が上がっただけでも危ないのかな。だから触ってあっちっちとかって、そらまあ電車に対していいような感じはしないよね。まあ車輪が溶けるとかっていうことはないでしょうけど、だからその最たるものはレールが伸びすぎて、その隙間が開けてあったらもうガチッとなって、そこからさらにレールが伸びてうにゃっとなると、だからもう明らかにうにゃっとなってるとこまではならなくても、ちょっとなってもそれはあんな重たいものがね、人様をたくさん乗せて走ってるんだから、まあちょっとでも歪むったって、まあこう歪むだけだ、横に歪むかもしれないしな、でもまあ危ないっていうことね。レールは鉄なので厚さで伸びね、ある程度の温度変化には耐えられる設計になってるが、厚すぎると想定を超えて歪んで軌道が広がり脱線につながる、あ、軌道が広がるっていうことなんだ、上にこう上がるっていうよりも、過去には脱線事故もあって、1977年愛知県旧音羽町の
名鉄名古屋本線、名古屋本線ですよ。名鉄の、名鉄って何の略？パノラマカーが脱線事故し怪我人が出た。だってやっぱり事故起こってるんだ。でこれね、レールが伸びても不具合にならないように、耐えられる設計な、だから隙間と隙間を空けてるんだって。電車乗ったらカタンコトーン、カタンコトーンって言うじゃないですか。カタンコトーン、カタンコトーン。だからあれは鉄輪がレールのピューッと走ってて、ピーッと走ってるんだけど、こう隙間と隙間でカタンっていうわけですよ。隙間と隙間の間に鉄の車輪が落ちて、その時にカタっていうわけですよ。ね。で、カタン、コトン、後のコトンの方は、次の車両の前の方の車輪がコトンと落ちると。それからその1両の間の前の車輪と後ろの車輪の間は隙間というか距離が長いから、その間はずーっと何事もなく行って、後ろの車輪がカタンと、で次の車両の前の方の車輪がコトンと、だからカタンコトン、カタンコトン、カタンコトン。この断りをですね、小学校4年生か5年生の時に鉄道入門とかっていうね、少年たちをお宅にいざなうような本がありまして、そういうのを買ってですね、読んで、あ、そうかとね、ガテンが言ったわけです。電車列車のガタンゴトンっていうのは、レールとレールの間に隙間があるんだっていうことは、すごく電車列車のスピードが速かったら、カタンコトンが速すぎる。カタンコトン、カタコトン、カタコトン、カタコトン。だから、まさに新幹線っていうのは、ね、もう出始めの頃でも、時速250キロ、飛んでくようだな、走る。ピュワン、ピュワン、ピュワン、走る。ということでね。俺はもう在来線が100何キロで走ってるところを、新幹線250キロでね、同じようなレールのとこ走ってたら、カタンコトン、カタコトン、カタコトン、カタコトンってうるさくて仕方がないっていうことですよ。ですから、ロングレールが開発されたっていうことですね。確か、長さが1キロぐらいあったと思います。で、伸びにくいより伸び縮みしにくい金属の丈夫な素材を使ってるんだと思います。そこまで調べがついてないので、いい加減なことを言ってますけど。そういうレール一本でもいろいろね、作り出すとね、面白いですね。世の中って自然のものも興味がつけないし、人間が作り出したもの。さっき私、電車と列車とかなり言い分けてましたけど、これも小学生の時に覚えた知識ですよね。っていうのが、姫路駅から乗り換えて、紀新線っていうのに乗って、津山っていう駅に行くのに、これは電車じゃない、これは列車なんだっていうふうにね、親に言われて、そうなのかと思ったね、思いをいたした。で、電車っていうのはパンタグラフから電気を取って走るから電車。で、そういうふうにパンタグラフから電気を取らないで、そういうのは何て言うんだ、そうですね、父親が気動車とかって言ってましたね、気動車。それから引っ張られるのは機関車ですよね、機関車。で、蒸気機関車ってね、一番最初にあって、それから、ディーゼル機関車、ディーゼル機関車。それから、電気機関車っていうことなんですね。で、その、電車型なんだけど、ね、一両の先頭のやつが引っ張ってるだけじゃなくって、電車的に、こう、自分のモーターというか、モーターじゃないんだよね。気動車ですから、モーターじゃなくって、ディーゼルエンジンで、エンジンぐるぐるをやってる車両が先頭の1両だけじゃなくってね、真ん中の車両とか後ろの車両とか、そういうね、これがモーターで電気で走ってた電車だけど、そうでないのは気動車って言うんだ。だから紀新線に乗ることがなければ気動車っていう言葉自体をね、私はこの年になるまで知らなかったかもしれない。ということで、人間っていうのはこの置かれてる環境によって知ってる言葉、知らない言葉が出てくる。
ていうことですね。何の話をしよう。そうな、なんかね、伸び縮みの話からレールの話になりましてね。そういうことなんですね。で、ちょっと箸休め的に、なんだっけ、これの本当の名前は何ていうのっていうのを2回ぐらいやりましたけど、ちょっと他にもね、面白そうなのがあって、さっき見てね、面白いなと思ったこれ、バリカンの正式名称は、散髪ね、行かないといけないですね、散髪にね。ああ、バリカンの正式名称は、クリッパーって言うんだって。明治時代に日本に入ってきたクリッパーを作ってるのが、バリカン、マール製造所。また会社の名前ですよ。会社の名前から通称になっちゃった。そっちの方が本当の名前みたいな。ホッチキスでしょ?シャチハタでしょ?それからバリカン。バリカンもバリカン・エ・マール製造所。工場の名前が普通名詞になっちゃったっていうね。今のような電動タイプじゃなくって2枚のが交差することで、ね。あれ、痛いだろうね。そういうのってね。他もう一つぐらい行こうかな。金魚すくいの道具ってのやったし、マジックテープ、ガムテープやったけど、マジックテープって何かちょっと気になったからマジックテープ開けますけど、2種類のシートが絡み合うことでくっつくマジックテープの正式名称は、面ファスナー。あ、なるほど。面ファスナー。なんか、こう触ったらザラザラっとしてる感じで、毛羽立ってるのが2つ合わさってパシャッとくっつく。そういうのがあるじゃないですか。あれをマジックテープって呼ぶか、あれ。まあ、とにかくそれは正式名称、面ファスナーっていうんだ。粘着式のやつはまた別でしょうね。粘着式、両面粘着。両面粘着なんてもう本当に嫌だ嫌だの極致ですよね。片面だけでも粘着なのに、両面粘着なんてもう救いようがないですよね。さてね、あとね、東京タワーってこの間チェックしたらね、そんなね期待するほど面白いのじゃないですよ。でもね、開けちゃおう。東京タワーって何が書いてるか、東京タワーの正式名称は日本電波塔。日本電波塔。まあなんかいろんな意味から別段衝撃を受けるような内容でも、改めて考えたら東京電波塔じゃなくて日本電波塔なんですね。つけちゃったもの勝ちっていうことですね。 FM ラジオの電波は今でも東京タワーこと日本電波塔から出ている。AM ラジオからなくなるんですよね、もうすぐね。あと何年かしたら。これって愚策だと思うわ。緊急災害とか起こったらどうするんだろう。AM ラジオって結構遠くまで届くからね。情報が取れるのにね。FM しかなくなったら近所の FM 局ぶっ壊れたら何も情報取れないで。インターネットだってインフラがガチャッとなったらね。インターネットもクソもあったもんじゃないと思うんだけど、まあ愚か者が政権取ってたらそういうことになるっていうことでしょうね。まあそれは言っといてですね。パトカー、ガラガラの抽選機。あの福引きってやつですね。ガラガラっと回したら赤い玉がパッと出るとか白い玉が出るとかね。赤い玉が出たら大体当たりかな。ね。白い玉が大体外れか。相場としては。あんまやったことがないがわかりませんけど、ちょっと待って。どこ行ったかな。ガラガラ抽選機。正式名称ね。アライ式回転抽選機。アライ拓也さんっていう人が考案したから、ね。アライ式なんですよ。回転抽選機。まあ、抽選するのはこう、ぴゃっとなんか、何本かくじがあるのを引くとかね。サイコロを、なんか、こう、入れ物の中で、こう、直感がパンってやる。あれは抽選とは言わないか。うん、回転式抽選機。
で、その回転式抽選機を考案したのが、新井拓也さん。フルネームですよ、フルネーム。新井式回転抽選機。だからネットの時代だよね。これ紙の本の時代だったら、あの福引きのガラガラが回転、新井式回転抽選機っていうのは本当の名前で、ね、新井拓也さんが考案したから、なんてね、知識を知り得る人は、知り得る人は、人口のもう 0.1% もいないんじゃないでしょうか。インターネットの時代は、こう、情報がパーンと公開されてね、こう、嫌でも目に入る。でもまあ、情報が多すぎるから、結果としては同じことなんかな。結果としては、本も結構たくさんあるしね、インターネットに載ってる情報と、本に載ってる情報と、どっちが多いんですかね。今ふっと疑問が思い浮かびましたけど、これちょっと計算してみたらね、チャット GTP に聞いてみようか。これまで印刷された本に載っている情報の総量と、現在インターネットに流布している情報の総量はどっちの方が多いかってね、誰か聞いてみて。私チャット GTP はあんまりやってませんから、ああ、興味のある人はね。まあ、やるためのね、素材というかね、材料は多分ないと思いますよ。で、あいつはなんか嘘つきでね、私にはわかりませんとかってなかなか言わないみたいでね、いろいろ答えをでっち上げてくるから、でっち上げてくるんでね、でっち上げてくるんでね、でっちさんでもないのに、チャット GTP が、でっち上げてくるのにね、チャット GTP 私にはどうも分かりませんっていうことが言えたらね、もっと役に立つのになって思うんですけど、なんかもっともらしくいろいろ言ってくるからね。でももっともらしく言ったことが合ってるか合ってないかっていうことは、人間である程度の知識があったら、なんか直感的に分かるも含めて分かるわけじゃないですか。で、それがもう根本的にわからないっていうことなんだから、すごい欠陥を持ったものなのに、なんかあたかもすごいもののように思ってる人がいるっていうのはね、かなり私はね、根本的な誤謬をしておられると思います。便利とは思うけど、人工知能が今考えてる、知性を持ってるとかってね、言う人いるけどね。もうトンチンカンチン、トンチンカンですよ、私に言わせたら。ね。さてね、それはさておきですね、クリスチャン新聞タイムスリップですけども、今日は1994年あたりをうろうろしてるわけですよ。ね、タイムスリップして、ピューンと。パンパラパーン、パララン、パララパーン、パパランパンパーンということでね、雷がバーンと落ちてきてですね、その電力でパーンと飛ぶわけですよ。ね。1994年7月3日の一面。何これ。これはもうこの時代でないと、通信衛星放送。開始に弾み。なんかね、にぎにぎしい写真が出てますから、まあ別に通信衛星放送やってる写真じゃなくって、それに関する会議をね、やってるね。日本メディア伝道協議会、総会、セミナー。これが一面トップ記事ですよ。年内にも試験放送。来年毎週放映めど。ね。ああ、なるほど。日本メディア伝道協議会。なんかにぎにぎしい。なんかダブルさんがね、前田社長の計算工業から東京タワーになったとかね。そういうよく知って。ブルさんって何でも知ってますね。三経工業か。で、産経新聞となんか関係あるの？のかもしれないね。まあ、それはそうとして、日本メディア伝道協議会、通信衛星放送、だから通信衛星放送っていうのは結局、まあ、昔は、人工衛星というものはなく、ね。
で、人工衛星があっても、それはそんな無駄なことには使えません。人工衛星の数も少なくっていう時代は考えられなかったけど、人工衛星にテレビとかラジオの電波を飛ばして、ね、そこからまた地上に向けてピッ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 とやったら、ね、お空に人工衛星が見える限り、まあ見えなくっても方向として人工衛星がそっちにパラポラアンテナってやつよ、パラポラアンテナを向ければテレビが見れるとかね。あ、なんかね、ラジオライフじゃないですけど、いろいろありますよ。外国のそのパラポラアンテナ見るやつを日本で見れたってね、そういうの面白がって見る主義の人がいてね、こういう風に見たとかね、そういう記事ね、自分はできないけどそういうのを楽しんでる人の記事って、私なんかこう雰囲気が好きでね、中学の時はなんだっけ、ラジオの制作っていうのを読んでたりしたんですけども、まあそういう感じの世界ですね。で、あれ CS と BS っていうのがあるのか、 CS と BS だから、まあ内線と外線じゃないですけども、その誰でも、まあお金は払わないといけないけど、地上波についで、地上波についでね、誰でも見られると。ただしお金いりますけど、まあ誰でも見られます、商業的なものっていうのと、からもう内輪だけで使います、内輪だけで使います。で CS、BS、 どっちが CS でどっちが BS か、 CS か忘れましたけど、まあ物理的には同じものなわけですよ。法的な括りが違うだけでね。で CS、 継続的な通信衛星、通信と放送の違い。だから私のは日刊生放送であって、日刊生通信とは言ってないっていうのは、スピリットとしては通信じゃなくって、通信っていうのはもう5人7、5人の人にね、何時何分から始めます、その5人の人しか見れないっていうのは通信ですけど、放送っていうのは原理的に誰でも見れると。6時にたまたま Facebook つけたら、見ず知らずのなんかこんな紫色のメガネをかけたね、おじさんが出てきてペラペラ喋ってんのを発見しちゃったっていう人がね、見る可能性が常にあるのが放送っていうことなわけですよ。で、この記事で出てるのは放送じゃなくって通信衛星 CS、 CS、 それを伝道や教会活動に活用しよう、それを実現しよう、それが1994年で、だから時代のテンポが早すぎるよね。せっかくこういうのやってても結局インターネットが来るわけだから、インターネットがバンって来たらね、ほんともういらないわけですよ、いらないわけですよね。だけどね、これハーベストタイムっていう番組がありまして、ハーベストタイム、これ地上波からやってまして、中川健一っていうね、なんか切れ者でね、田中伝、田崎伝じゃなくってマクドナルド作ったね、伝さんの弟子ですよ。とマクドナルドで仕えてたんだけど、俺は牧師になるって言ったら反対された。中川君そんなことやったってね、儲からないからやめた方がいいよって言ったけどね、中川くんはハーベストタイムっていう番組をバーンと作っちゃって、結構全国で地上波でね。ところがだんだんその画質のクオリティってやつですね、 4G とかなんとか、それに対応しないと、そうすると設備投資しないといけない。で経営判断して、藤田伝ダブルさんがね言ってくれましたけど、経営判断してハーベストタイムの放送そのものを、予告がね1ヶ月ぐらい前ですよ、終わります、終わりますっていきなり1ヶ月前に言って、終わって、その枠をですね、ライフラインにね、ライフラインがついてくれるところはみんなライフラインに譲って、これはすごい判断ですよ。で、その中川先生はハーベストタイムで CS も裾野町っていうところですね、取材に行きましたけど、裾野町に敷地持ってね、
そこで会合もできるし、電波が出せる CS、に電波を上げられる設備がここに作ることができるんだ。もう作ってたかもしれない。なんか、あの、この場所っていうのを見せてもらいましたから、CS っていうことを意識して。だから中川さんなんかが、ハーベストタイムで CS なんかを活用して、っていうことね。これみんな協力してやりましょうっていう、そういう記事がね、出てるわけなんですね。今50秒でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊のものね、6時の分は終わりです。もう2秒3秒でございます。はい、失礼。